上野原のおケヤき。2019年11月9日撮影。上野原のおケヤきは、山梨県上野原市上野原に生育している、国の天然記念物に指定されたケヤきの巨木である。上野原市立上野原小学校の校庭南東端に生育しており、本樹の所有者は、同小学校である。推定樹齢は800年、または850年以上とされ、 1944年11月13日に国の天然記念物に指定された。一時期受精の衰えが見られたが、1993年より上野原小学校 PTA が中心となり、開始された保護運動により受精は回復している。上野原の大ケヤキ甲府し上野原の大ケヤキの一工程の端に生育している。2019年11月9日撮影。 上野原市上野原は、甲州街道を江戸より数えて17番目、海野国へ入って、最初の宿場町であり、桂川左岸の貸し団休面上に位置している。上野原の大ケヤキは、上野原市街地に隣接した、上野原小学校の校庭南東端に、生育しているが、ここはかつて、三竹神社の境内であった場所であり、1875年、 学校建設のために神社をよそに移し、境内を含む、欅周辺の傾斜地を整地し埋め立てて工程にした、ため、欅の根本周辺、主観の株が数メートルほど埋め立てられたという。埋没した主観の長さは資料により異なり、山梨県教育委員会、史跡名称天然記念物調査報告書、第3集によれば、約3件、山梨県、 山梨県名牧市によれば数十尺、山梨の文化財によれば約3メートル森土中に埋没していると記載されている。上野原市公式ページによれば樹高28メートル、目通り8.64メートル、根回り10.21メートルの巨木である。推定樹齢800年以上とも850年とも言われる老木であり、地上4.5メートルのところで、 主観は失われており、1930年の時点で、幹には空洞が生じていたというが、これは、江戸期以来たびたび落雷による損傷を受け続けていたことによるもので、空洞となった内部は子供たちの秘密基地など遊び場になっていたという。1981年以降、空洞化した部分を銅板やウレタンで覆うなどの対策がされたが、 腐食が進み受精の衰えが見られるようになったため、1993年より、上野原小学校 PTA が中心となり、保護運動が開始され、当時の上野原町などにより、平成6年度7年度に回復工事が行われた。銅板やウレタンなども撤去され、その後は受精が回復している。しかし2018年9月の台風21号の強風により、 地上4.5メートルのところで3本に分かれている大枝のうち真ん中の1本が折れてしまった。折れた枝は長さ数十メートル、直径は太い部分で50センチに及び、折れた部分から腐食しないように保護対象や枝を支えていたワイヤーの補修が行われ、翌2019年夏には上野原市教育委員会によりさらなる受精回復のための治療が行われるなど、 手厚い保護対策が継続されている。AB 上野原の大ケ屋気分化庁ウェブサイト、2020年4月12日閲覧。AB 上野原の大ケ屋気分化庁ウェブサイト、2020年4月12日閲覧。ABCDE 山梨県林業研究会、ピアニッシも、170から171。会の古文書、ピアニッシも、66から67。 ABC 中沢、ピアニッシモ、453から454。ホンダ正次、p 1 6 0 ABC 上野原の大ケヤキ、上野原市観光協会、2020年4月12日、閲覧。ABC 上野原の大ケヤキ、上野原市公式サイト、2020年4月12日、閲覧。台風21号大ケヤキの大江田、強風で折れ撤去上野原。 樹齢800年長、山梨2018年9月12日毎日新聞2020年4月12日、閲覧。昨週台風で、被害上野原のオーケ焼き治療へ、受精回復目指し枝固定2019年6月1日、山梨日日新聞2020年4月12日、閲覧。上野原小学校の、オーケ焼き公益社団法人山梨観光推進、機構。 2020年4月12日閲覧、ありがとうございます。